ナンバー、アイ、ファン必見。最新スケジュールに隠された衝撃の内容とは、ドームでの余韻がまだ心に残っている中、私は、ふとした瞬間に幸せな情報が次々と押し寄せてくるような感覚に包まれていました。空気が柔らかくて、心地よい風が吹いているような気分です。しかし、何かを忘れているような気がして、ふと不安になります。でも大丈夫。まだまだ新しい情報が舞い込んでくるはずです。 そう、ドームでの熱狂的なイベントが終わったばかりなのですから、3月23日、水曜日と24日、木曜日の21時に、トベハイスクールの放送が予定されています。そして、3月31日、日曜日までには、待ちに待った、B、ビーオンユアサイドの予約が開始され、5月1日には着火予定です。3月下旬には、単独ライブの詳細案内が届く予定です。 そして、4月1日、月曜日の18時30分には、CDTV が放送されます。4月26日、金曜日には、プライムビデオで特典映像が付いたアーカイブ配信が予定されています。さらに、6月13日から23日まで、日曜日には、トべの単独ライブが行われます。私は、すでに、b e o n Your Side の CD を予約しました。本当に。 それが実現すると思うと、喜びが爆発してしまいそうです。ただ、忙しい日々が続きますが、応援することが本当に楽しいです。こうしたスケジュールは、私たちファンにとって心強いですね。飛べハイスクールの放送を見逃さないように、予定表が本当に役立ちます。ありがとうございます。ファンの皆さんからは、b e ン o n セ Your Set の CD の予約がすでに始まっているとのこと、楽しみで仕方がないようですね。 忙しい日々の中で彼らの音楽が彩りとなっていることでしょう。こんなにも情報をまとめてくれて本当に驚きです。助かります。ありがとう。ちょっとした喜びで社長みたいな気分になってしまいますね。笑い。あなたのおかげで飛べハイスクールを忘れるところでした。笑えるくらいですね。笑い。これからもたくさんの情報が入ってくるのが楽しみですね。スケジュールを見ると本当に嬉しいですね。こんなに助かります。 ありがとう。新たな追加情報が舞い込んできました。まだまだ楽しいイベントがたくさんあるようですね。これからも、どんどん情報が入ってくるのが楽しみですね。スケジュールを見ると、まだまだ楽しいことがたくさん待っていますね。彼らの活動を追うことは、ファンにとって本当に楽しい時間です。これからも彼らの活動に期待したいと思います。最後に、彼らのスケジュールを見て、皆さんが楽しみにしていることは何ですか 彼らの活動について、皆さんの意見や期待をお聞かせください。さて、あなたはどのイベントが特に楽しみですかトベハイスクールの放送や、B-On Your Side の予約、それとも単独ライブの詳細案内でしょうかどんな情報でも、私たちファンにとっては嬉しい驚きですね。楽しみがいっぱいの日々が続きますように。